春るなゆきざは、ユリカの多年草。エペジー植物分類体系では、春るなゆきざは、ユリ目ユリカからキジカクシメキジカクシカに分類される。また、属としては、旧雪うゆき族に属していたが、旧雪うゆき族は、まいずる草族に含められた。地下にある根茎が、特徴的で、2から3個に分子しながら、長く横たわり、 直径は20から25ミリメートルになり術状の結節を作る。同族の雪笹に似るが非常に大型で茎の高さは80から150センチメートルになる。葉は茎の上部に誤生し、葉芯は長さ15から20センチメートル、幅6から9センチメートルになる長大円形、または非心状長楕円形,楕円形で葉の裏面は多少琥珀色を帯び、 南毛が密生する。夏季は6から7月。茎先に長さ約15センチメートルになる大型の塩水果汁をつけ、白色の小さい両性花を多数つける。果汁に毛が密生する。花の小道は約7ミリメートル。花季偏は6個。強調楕円形。または、ヘラ状長楕円形で、雪笹と比べ幅は広い。湯水は6個。 死髄の果中は短く、中東は、マリイカ、わずかに酸は差列する。果実は、休憩の液化で、雪笹と比べ大型で、赤く熟す。日本固有種で、群馬県の春名山、栃木県日光の南大山のほか、本州中部地方に広く分布し、落葉広葉樹林の臨床に生育する。春名雪笹の井で、はじめ群馬県の春名山で発見され、 春名山徳産の雪笹であることから、この名がついた。その後、長野県軽井沢でも採集された。ありがとうございます。